です。あと入管に関連してお聞きします。サインでいよいよ大詰めかと言われておりますけれども、木曜日の段階で小澤さんと三島さん法務委員会本会議でそれぞれ、この法案を通してほしくないという趣旨を、代理人通じておよび国会議員を通じてお話しされました。官房長官、小澤さんや三島さん遺族の方々のお声というのは届いてますでしょうか。どういうふうに政府として受け止めたかお聞かせ願いますか。ご指摘の点に関しましては報道等を通じて承知をしておりますが、法案の審議に関しましては法務委員会において適切になされるものと考えております。関連でですね、難民不服審査申し立ての制度についても、法務委員会本会議でも疑問視の声が上がっております。先々週からずっと聞いているところですけれども、柳瀬参与員ですね、与党が参考人として2021年4月に参考人質疑をさせてまして、および2019年11月では政府の収容送還専門部会でも彼女が発言され、それが今回の3回目以降の難民申請を原則認めないという立法事実の根拠になっております。しかし彼女が1年半に500人の対面審査をしている、もしくは年間1000件以上やっているということについて、各種弁護団体等々から通常の参与員がやっている平均36件の27倍以上と、なぜここまで偏りがあるのか、対面審査でないにしても相当ずさんな書面審査を行ってんじゃないかという指摘が相次いでおります。で、昨日ですね、この彼女が所属していた、難民を救う会、今名誉会長でありますが、そこの副理事長の伊勢崎さんが、他の参与員と比べてもこの、柳瀬さんの、発言も含めて、彼女のやっていること自体代表性に欠けている参考人の発言ではないか、これをベースに政府が資料を作っていること自体問題であり、そもそも難民参与員制度審査制度の、妥当性がもう一度審議されるべきだというふうに、この参与員の発言および立法の根拠となる部分について疑義を申し立ったのを示しております。こういったところから見てもですね、まずこの参与員を参考人招致すべきじゃないかということと、こういった彼女の発言をベースにした法案そのものをやはり今一度考え直すべき、棚上げをして見送るべきじゃないかという意見相次いでいます。この点官房長官としていかがでしょうか。難民審査参与員は法務大臣が任命するものと承知しており、そのような位置づけの参与員に関するお尋ねであれば法務省入管庁において説明するものと認識をしています。また法務委員会の運営につきましては政府としてコメントする立場にありません。関連で、これ法務委員会でたびたび大臣や西山次長には野党が追及してるんですが、この参与員が2021年までにどういう何件さ、審議をしていたかとかですね、2021年以降の数字はようやく先週出してきましたが、この立法事実とした2021年までに年何件臨時班および正規の対面審査でそれぞれ審査したかの数値を未だに出してきてないんですね。で、そういった状況では本当に適切な審査がされていたか、なぜ彼女の発言をベースに今回の法案を作ったのかの正当性を全く説明できてないんですね。細かくなって恐縮なんですけど、こういう状況で2021年までの資料をですね、少なくとも適切な資料、柳瀬さんがどれだけ年間質疑をして対面をして、一方で臨時班でどのような処理をしてきたか、ここをしっかりと法務委員会で明らかにすべきと思われますか。先ほど申し上げましたけれども、法務委員会の運営に関して政府としてコメントする立場にはありません。はい、東京市民、最終的にはですね、法務委員会だけでなく与党国対とか政府としてですね、この法案はこのままでいいのかというのが十分議論されなきゃいけないと思うので、法務委員会に聞いてくださいだけでは済まされないじゃないかなと思っております。で、柳瀬さん以外の浅川さんという、自民党が推薦したとみられる参与員の発言も、10年で3900件自分は審査したが、なんと1人しか難民認定してない、でそれは適切にしたと思っているという発言をこの間堂々とされておりました。で、非常に重要視される出身国情報ですね、イランから来たのか、政変の起きているミャンマーで来たのかとかですね、そういった部分をたまにしか見ないと堂々と発言されました。で、3回目以降の難民申請を認めたくないというのは、その
誤用乱用を防ぎたいというのが入管庁の趣旨だという説明してるんですが、この誤用乱用したと言われている B 案件というものは、入管庁の資料を見ますと2021年で33件、2022年で38件、これしか誤用乱用と断定している件数がないんですね。でもじゃあ彼らはこれを排除したいがために今回の3回目以降認めないというものを作るとしたら、対象となる人は今4000数百人、子どもを含めて200人以上がこの法案が通ることによって強制送還の恐怖に今怯えてるんです。でこういう状況を見てもね、この作ってる法律そのものに相当問題があると思うんですが、この点いかがでしょうか。あの法務委員会に聞いてだけではなく、もう少し突っ込んでお答えいただきたいんですけれども、法務省としての立場に関しましては、斉藤大臣をはじめ法務省の方から説明があった通りかと思います。加えまして法務省、法務委員会における発言、また資料提示等々に関しましては、委員会運用に関する問題でありますので、政府として発言する立場にございません。はい、もちろんです。監視団体に関しても、まあ、今日あの朝日新聞、東京新聞も含めてこの入管に絡んで大きく記事書いてますけれど、あの管理団体、管理措置団体を作るので長期収容をやめるんだと、だから少しでも前進なんだと斉藤大臣、西山市長何回も喋っております。だけどこの管理措置制度についても市民団体の調査では9割の方たち、支援者、弁護士がこのような管理措置制度の立て付けではやりたくない、やれない、非収容者と利益相反になってしまうと非常にこの措置制度にも疑問視してるんですね。でかなりあの入管庁の都合のいいものだなと思うのは、万が一支援者や弁護士が引き受けている非収容者等々が逃げたり、もしくは不法に就労していた場合は、その管理措置をして支えている市民および弁護士等々に10万以下の過料、罰金を課すというですね、あのほぼ入管庁がじゃあこの人を収容しない代わりに面倒を見てよと言いながら、もし逃げた場合はあなたたちに罰則を課すよということをやってるんですね。これが全く入管庁サイドの、まあ、管理責任も含めて問われることにならないわけです。でここはやはり何度も法務委員会で斉藤大臣、西山さんに追及してますけれど、適切な回答が出てないんですね。でこういったことを含めて、やはり今の法律、法案、制度の立て付けには非常に問題が大きいと思うんですが、いかがでしょうか。先ほど申し上げましたけれども、法務省からの今回の法案に関しての立場説明に関しては斉藤大臣をはじめ行われているものと承知をしておりますし、委員会において委員の先生方それぞれの立場において議論がなされているものと承知をしております。はい、あの政府入管与党が出してきている参考人というのは極めて他の参与員と比べても問題のある発言、人権意識、出身国情報さえたまにしか見ないという意味で問題のある参与員が非常に多い。で出身母体の AAR という難民を救う会の声明でさえ、柳瀬参与員の発言は我が AAR の趣旨とはまあ異なりますと、団体の活動とは別個に個人的な発言ですと、まあ、柳瀬さんの発言を否定するかのような声明まで出しております。まあ、こういったですね、母体となる支援団体でさえもが柳瀬さんの発言を疑問視をしている、現在の理事長、副理事長が非常にこの参与員制度に問題があるんじゃないかという指摘が出てきてます。でこのような状況の中でそのまま本当に法案を通していいのかどうかですね、ここは十分審議が必要だというふうにお考えでしょうか。その委員会における参考人等に関しましては、委員長のもと理事会等によって決定されているものと承知しておりますので、私からコメントする立場にございませんし、法務委員会の質疑審査の内容に関して政府の立場でコメントすることは差し控えなければならないと考えております。はい、では入管庁が出した資料に関連してお聞きします。これは二比創生さんが請求したことに対して入管庁が回答したものですが、令和3年末時点で3224人が、送還忌避の対象者になりうると通知を出しています。でそのうちの120人の方がその後在留特別を許可したり、難民認定した人が3人いたり、難民と認定しないが人道配慮で在留を認めた者が101人と、まあ、トータル120人の方がその後何らかの形で在留特別許可及び難民認定されてるんですね。こういったところから見ても、あのこれまであのここで聞いていても、あの3000数百人、4000数百人全員をね
対象にして強制送還するつもりじゃないんだという答弁をされてるんですが、それでしたらですね、やはりもっと絞り込んだ上での法改正でないと、これを当てはめたことで、この中に何人の2回目以上、3回目の人がいるかどうか、これさえも入管庁が発表してないんですが、こういった数字が出ている以上、今の3回目以降の強制送還を原則認めないというやり方は、改めるべきではないでしょうか、いかがでしょうか。入管法の改正に関わる、立法事実でありますとか、説明については、法務省、入管庁で対応すべきものと承知をしておりますので、法務省にお尋ねをいただきたいと思います。はい、もう法務省というのが続くのでしょうがないので、ではじゃ あの 担当職に聞きます。今までの難民認定率ですね、全体的に見て、これは2022年の統計で、やや 1% と、他国が 20%、30% という中で 1%、 多くても 1.75 という数字しか出ていません。難民認定率はこれほど低い中で今回のような法案を作ってしまっていること自体が非常にバランスに欠けているという指摘が、国際社会、国連等々からも、人権特別報告者等々からも出てます。この難民認定率の低さそのものは問題があるというふうにお考えでしょうか。法務また入管の行政に関する運営に関しては、その担当所管の省庁にお聞きをいただきたいと思います。はい、マイナ関係でお聞きします。ANN の独自取材の発表で、マイナ保険証、自分以外の人に別の情報が、ついていると。で、社会保険診療報酬支払い基金が、2人以上の紐付けは実はシステム上可能だという、こういった回答をされています。不安に思っているという世論調査で7割以上の方が今この問題に不安視しております。これ、このまま法案審議含めて続けていくおつもりなのか、お答えいただけますか。マイナンバーカードを利用したサービスをめぐる誤登録などの一連の事案は、個人情報の保護に関する国民の皆様の信頼を損なう重大な事案であり、国民の皆様に不安を与えたことについて、早急に対策を講じる必要があると考えています。このため先日、総理から河野大臣に対して、関係大臣と連携してマイナンバーカードの信頼確保に向け、事案に関するすべてのデータやシステムの再点検をするなど、万全の対策を迅速かつ徹底して講じるよう指示があったところであります。関係府省等が一丸となって国民の皆様の不安解消への対応を講じていく考えであり、詳細はデジタル庁にお聞きをいただきたいと思います。はい、関連ですね、中にはその半年以上その紐付けの問題を発表せず放置してたというものも出てきました。しっかりやると言いつつ、発表はそれだけ遅れていること自体、国民が非常に不信感を募らせております。都度ですね、分かり次第発表するのがあるべき透明性の確保だと思いますが、その点いかがでしょうか。先ほど政府の立場としては、先ほど申し上げました通りでございますが、詳細に関しましてはデジタル庁にお尋ねをいただきたいと思います。申し訳ありませんが、次の日程がありますので、次、最後でお願いします。じゃあ先週ですね、東京もちです外務省 の、 記者会見に関連してですが、サミットの会見で外務省の方が、2日ほど前に SAS 外国人プレス記者を指名して質問を聞いてたと。で、このことについて外務省に聞いてくれを繰り返し答えて終わっておりましたが、結局どういうことでこれ外務省が事前に決め、すべて回答を含めてですね、質問の内容を聞いていたのかということをお聞きしたのか。で、やはりですね、この西村記者が怒っていたように、それでは会見に参加する意味がないではないか、もし事前に参加する記者、指す記者か、答えさせる内容が決まってるなら、すべて発表していれば、誰も逆に言うとそこに手を挙げられない人は参加しなくてもいいんじゃないかといったことも含めて、批判しておりましたが、その点含めて、先週質問ありましたので、どういう認識になっているかお答えいただけますか。先週お答えをさせていただきました通り、 G7 の記者会見の運営に関して、詳細承知をしておりませんので、外務省にお尋ねをいただきたいと思います。